はいどうも、徳浦健です。今日は睡眠についてお話ししたいと思いますけど、この後ろの背景なんやねんって、思うかもしれないんですけど、娘の誕生日が先日ありまして、ちょっとそれの設営がそのままになっています。娘がこれずっとつけてると喜ぶので、しばらく背景はこれになると思いますけど、よろしくお願いします。コロナの、時に睡眠について自分なりにたくさん勉強をし、もともと実践した部分とよりそれが具体的に理解できてある程度形になってきたので、それを皆さんに今日はシェアしたいと思います。題して、劇的に睡眠の質を上げる3つの行動。というわけで、睡眠皆さん絶対毎日すると思うんですけど、人によっていろいろその睡眠に対する考え方だったり価値観違うと思いますが、結論から言うと8時間寝ましょう。まず誰しも24時間あると思うんですけど、その24時間のうちのもう8時間は睡眠に充てる。もうそれは決定事項として、例えば自分の1日をこう円で書いた時に、起床と朝ごはん仕事に出るとこういろいろ書いた中での枠組みの中で8時間睡眠をとるっていうのをまず確保したのを前提として逆算して自分の行動をしていくっていうことをまず頭に入れて今日の話を聞いてもらいたいと思います。なぜ睡眠がそれだけ大事かというと、今回本を何冊か読ませてもらった中ですごく興味深かった本が、最強の睡眠という本と、睡眠こそ最強の解決策であるっていう、2つの本だったり、いろいろ睡眠アドバイザーの方の意見とかを聞いた中で僕なりに解釈し、でその中でもう本当に先ほども言いましたけど、結論から言うと8時間寝よう、もうこれは絶対ですね。なんかいろんな本で、もちろん年齢によって赤ちゃんだったら必要な時間はもうちょい増えていくんですけども、ある程度こうやって成人した人は8時間が絶対、もうこれだけは今日もう絶対覚えて帰ってもらいたいと思います。それでその前提として、じゃあ8時間ただ寝たらいいのかっていうと、そうではなくて、やはり睡眠っていうのは睡眠のやはり質が大事で、今日はその睡眠の質を上げる3つの行動を紹介していきたいと思います。なぜ、そもそもこの睡眠が大事か、世の中的にもねたくさん寝ることを見直されてていて、今昔だったら大企業の社長さんだったりもめちゃくちゃバリバリ働いてて、寝ないで仕事するみたいなのがかっこいいっていう時代から、今はいろんな後継者の方もしっかり8時間寝てるっていう話の方が多く聞こえるぐらい、なんか睡眠をたくさん取れてる人の方がこう仕事ができる象徴にもなってるのかなと思います。この本にもあったんですけど、考え方として、仕事が終わらないから睡眠時間を削るっていうことは、睡眠時間が取れてないから、要は自分のパフォーマンスを 100% 発揮できてなくて、仕事の効率が悪くなって、また睡眠時間を削らないといけなくなって、また睡眠不足のまま仕事をやって飲もう、このサイクルで、睡眠不足、慢性的な睡眠不足の人は睡眠不足ってことに気づいてないっていうのが一番の問題なので、まずこの動画を見てもらった方の中で、あれ全然もう毎日6時間とか5時間しか寝れてないなって方は、少しずつでいいので、いきなり5時間しか寝てなかった方がプラス3時間時間を割くのは難しいので、1週間ごとぐらいに30分ずつ増やすような心がけをして、できれば8時間に持っていってもらいたいなと思います。その睡眠不足が招く悪い結果っていうのはもうたくさん証明されていて、詳しくは僕が話すことではないんですけど、この本で紹介されていたのは、分かりやすく言うとアルツハイマーになりやすかったり、事故、自動車事故を起こす可能性がすごく高かったり、いろいろな実験で睡眠不足のグループと8時間しっかり寝てるグループでテストをさせた時に明らかに差がどんどんパフォーマンスの差が出たりなど、あと、NBA 選手でもこういった実験はしているみたいで、8時間しっかり寝た人はプレー時間、プレーの出場時間が 12% 向上、1分間あたりのポイント、点を取ったポイントが 29% アップ、フリースローの成功率もアップで、一方7時間
未満かもう少し少なかった人たちはファール数が 45% 増えたり、ターンオーバーが 37% 増えたりなど、バスケ界では睡眠のクオリティをもとにプレーがどういう結果が生まれるかっていうのももう結びついているのが現状で、アスリートのこうすごい細かいデータの部分までやはり睡眠と紐づけているところがあるので、やはり睡眠はまあ大切なのかなっていうのもここでも分かりますし、まあ、女性は特に必見だと思うんですけど、睡眠を8時間以上するとレプチンっていう食欲を抑制するホルモンがすごく多く出るのに対して、5時間以下の睡眠だとグレリンっていう食欲増進ホルモンがたくさん出ちゃう。要はたくさん寝ればあんまり食べなくていいホルモンが出て、寝不足だと食欲が増えちゃう。なんかもうまさにこう夜中いっぱいなんかお菓子とか食べたくなるとかはもうまさにそういったホルモンが出ているからなので、シンプルにたくさん寝るだけでダイエット効果があるという夢のような。ダイエット頑張ってやって続かない人でも、もしかしたらね、毎日8時間が睡眠することは続くかもしれないので、それの方が多分コスパもいいですし、結果的に自分の仕事だったり行動思考のパフォーマンスも上がるのかなと思うので、ぜひ。ではじゃあ8時間、まあ、寝るにあたってどういったことをするとその8時間の睡眠の質が上がるかっていうことを話していきたいと思います。では睡眠の質を上げる3つの方法の1つ目、ありきたりかもしれないんですけど、入浴。やはりね、入浴をすることで体もリラックスできますし、そもそも睡眠のメカニズムっていうのは、こう体温が上がってこう下がる瞬間が入眠のタイミングで、まあ子供がいらっしゃる方は分かると思うんですけども、子供って寝る前も手とか足がすごいあったかくなりますよね。それっていうのは体の熱をこうファーって放射して、その放射した後に体温が下がるので寝れるっていうメカニズムになってます。なので、まあ大人の場合だとお風呂に入って体温上げて、でこの入浴するタイミングも大事なんですけど、寝る時間から逆算して60分から90分前っていうのが理想とされています。まあ、これは1回上がった体温が60分から90分かけて下がるので、そのタイミングを狙って入浴するのがポイントです。でこの時にあまり熱すぎるお風呂に入ると、その下がるペースがゆっくりになってしまうので、なるべくまあ40度ぐらいと言われています。本によっては38度とかってなってますけど、なんか38度だと僕個人としては全然お風呂に入ってる感じがしないので、僕はまあ40度ぐらいを入ってます。はい、2つ目はベッドで携帯を触らない。これが多分今皆さんにとっては一番ハードルが高いし、まあ、僕もまあそうなんですけど、理想を言えば寝室に携帯を持ってかないことが理想です。でまあそれができない方、まあアラームを携帯で使ってる方とかまあいらっしゃると思うんですけど、まあそういった方はそのもうベッドに行ったら携帯を触らない。これってなんかブルーライトの関係とかもありますし、まあ携帯を触ってまあ何かしら見ると些細なことで分泌されちゃう探求心のあるドーパミンっていうホルモンが分泌されてしまって、携帯見て SNS 別に大した情報じゃないのにずっとこう見ちゃうことあるじゃないですか。あれってドーパミンのせいで、それってでも人間普段日中に活動してる時はもうめちゃくちゃそれが人間の行動原理の一つのホルモンなので大事なんですけど、寝る前に関してはそれがまあ敵というか睡眠を邪魔してしまうので、そういった理由からベッドでは携帯を触らない。で僕もそれを心がけるようになってから確かに睡眠しやすいかなと。一回なんかこう SNS とかで気になった記事とか見るとどんどんやっぱり遡って見たくなったりしてしまうので、これは結構物理的に僕はちょっと届かない、寝室には持ってってるんですけど手の届かない場所で充電しております。そういった形で皆さんも工夫してみてください。そして最後3つ目のポイントは、コーヒーは14時まで。はい、これも僕コーヒーラバーの僕としてはこれも辛かったです。てかむしろこれの方が携帯触んないより結構辛いですし、1日僕5杯とか余裕で飲んでましたし、夜もエスプレッソみたいなノリだったので、まあ僕はそれでも自分では寝れているとは思ってたんですけど、なぜコーヒーがダメかというと、まあ皆さんもご存知の通りコーヒーってカフェインが入ってるんですけど、こう日中人間が行動をしていく中で脳から疲労物質、老廃物が出てくるんですよね。それがアデノシンっていうホルモンで、
そのアデノシンっていうのが溜まれば溜まるほど眠くなってこう目を閉じさせようとする作用があるみたいです。でカフェインはなんかそのアデノシンをなんだろう一時的になくしちゃうような効果があるみたいで、よく栄養剤とか、まあ、レッドブルーとか飲んだ時に眠くならないみたいなのは、それはカフェインがアデノシンを邪魔して一瞬眠くない状態を作ってしまうみたいで、ただアデノシン自体は脳にはずっとあるの でカフェインを飲み続けて、あ眠くない眠くないって覚醒してる状態作り続けたとしても、脳にはどん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 普段溜まらない以上のアデノシンが溜まって、睡眠するとそのアデノシンはなくなるんですけど、睡眠をしないことでどんどんそれが溜まってしまって睡眠障害が起きたりするみたいです。なのでコーヒーは14時までで、なぜ14時までかっていうと、これ人によって幅があるみたいなんですけど、カフェインって体に入ったら7時間とか8時間とか9時間とか体内に残ってるので、そういった意味で、まあ、2時までだったらほぼ睡眠には影響がなくなるという話でした。なので僕自身もランチ後のコーヒーを最後に、それ以降はカフェインレスのコーヒーであったり、最近はですねこのハーブ、最近これはね知ったんですけど、セントジョンズワートっていうハーブの種類がありまして、これっていうのはセロトニン、これを飲むとセロトニンっていうのが分泌されるんですけど、セロトニンって幸せホルモンと言われていて、こう恋愛してたりとか美味しいもの食べたり家族団らんでこう、まあ要は幸せを自分が感じた時に出るホルモンみたいで、このハーブはそれが分泌されやすいみたいです。でそのセロトニンは夜になるとメラトニンっていうものに変わりまして、メラトニンが働いていると他の機能を抑える効果があるみたいで、結果睡眠の質を上げるというメカニズムになってるみたいなので、結構この睡眠の本を読んでいたらセロトニンっていう言葉も結構ポイントなのかなと思いました。すいません、駆け足でここまで行ったんですけど、押さえてもらいたいポイントは3つ、今の行動、入浴、ベッドで携帯触らない、コーヒーは2時までっていう部分と、一番最初に話戻りますけども、大前提としては1日睡眠8時間を取るように心がけてもらいたいなと思います。で僕自身コロナの時いろいろこう睡眠の勉強をしていた中で、ただコロナの時だったので次の日練習もなかったですし、割と寝るのが1時とか2時ぐらいがもうずっと続いてた時に、でも朝僕個人的にインスタライブでラジオ体操、特ラジオ体操っていうのをやってまして、そこでみんなで朝から盛り上げていこうぜみたいなコンセプトでやって、朝から800人ぐらい視聴者もいた中で1ヶ月半ぐらい続けたのかな。でその間ずっと僕前日は1時とか2時ぐらいに寝てて、朝は8時に起きると、まあだから6時間ぐらいの睡眠しかできてなかったんですけど、朝すごいラジオ体操は元気にやってた感じなんですけど、もうすごく朝の寝起き悪かったですし、なんか普段そんなイライラしないことでもイライラしたりとか、割となんか僕の中で頭が常にこうぼーっとモヤモヤした中で一日過ごしている感じがしていました。で実際これ僕指につけてる指輪なんですけど、これ睡眠のトラッキングデータが取れるオーラリングっていうものなんですけど、これも指にはめとくだけでよくて、まあ、日常の行動とか睡眠の質だとか心拍数とか HRV っていうものも取れたりとかいろいろする中で、まあ、これ睡眠のデータ取れるんですけど、実際コロナの中に買ったので、そのコロナ中の睡眠とかも遡ることができて見たら、やはり睡眠時間が少なくて、で毎回これ睡眠のなんかポイント、どんくらいクオリティのいい睡眠ができてるかっていう点数もつけてくれるんですけど、それもすごく低く、実際日中のやっぱり頭がボーっとしててパフォーマンスが落ちていたので、その辺でよりなんか睡眠の重要性を改めて感じることができました。今多分アプリとかいろいろな、まあこういったものウェアラブル、アップルウォッチも多分できると思うんですけど、そういったものでなんだろう、自分が努力しなくてもデータは今テクノロジーのおかげで取れるので、僕自身もこれをやってからよりその睡眠を可視化して自分でどう行動しようかっていうことのマインドにこう移り変わることができたので、なかなかこう8時間なんて無理だよってなる方も、まずそういった可視化して、今絶対アプリで iPhone とかであると思うので、睡眠の自分のまず現状を把握した上でどう行動するかっていうのもすごく行動するモチベーションになると思うので、ぜひこういったテクノロジーの力を借りて自分の睡眠の質を上げて、そして皆さんにとってのその日々のパフォーマンスを上げてもらえたらなと思います。
僕自身本当に睡眠こと考えてからすごく考え方だったり、よりね朝からなんか朝一発目からいけるぜみたいなのが結構より強くなったので、本当おすすめしますし、絶対これからいろんな時代の波はあると思いますけど、やはり睡眠することで免疫力が上がるっていう、もうデータも間違いなく出てるので、その辺まずは体がもう皆さんにとっても僕にとっても資本なので、まず体のベースをスペック上げて自分自身のパフォーマンスを上げることにつながればいいなと思いますので、今回の動画が参考になったなっていう方はぜひ実践してもらいたいと思いますし、僕自身この睡眠勉強をしていろいろやってみたいことが増えた中で、その今は睡眠の質どう、その入眠をどう整えるかを今回は3つのポイントで言ったんですけど、その睡眠をどう継続するかっていう部分で、例えば寝具だったり寝る前に香る、匂いだったり、まだまだいろいろ方法はあるので、実際僕オーダーメイド枕も今度作りに行く動画を準備したいと思いますので、そちらもお楽しみにしていただけたらと思います。で、実際ね、僕初めて今までマットレスは自分の重さとかで作っていたんですけど、やはりマットレスと対になってる枕ではないとなんか意味がないみたいなので、今回は自分のマットレスに合う枕を作りに行くので、はい、そちらの動画もお楽しみください。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。